んばんはでもないか。まだ5時だから。こんにちは。5時になってないし。こんちゃーす。脳みそがいる。脳みそ体操。早いよ、今日は。なんてたって明日早いんだよ。こんにちは。夕方久々。確かに福田です。てかさ、今さ、トレーナーを買おうと思ってて、パステルカラーのトレーナーなんだけど、いつもの大好きアデダスなんだけど、私はメンズの S を買えばいいのか、メンズ S を買えばいいのか、もうそれともフリーサイズの O を買えばいいのか迷い中。今日はカプリコ買ってきた。カプリコ買ってきて、今からじゃあポチろうと思ってね。ポチろうと思って。おはようございます。ポチろうと思って、フージャーじゃなくてトレーナーを、パーカーでもいいんだけど別に。帽子がついてるとさ、後ろに引っ張られて首がクッコクッコってなるけさ、ちょっとトレーナーにしようかなと思ったわけで、残す。お菓子買ってきたのいっぱい。いや、カルビーさんのポテチはとはコラボしてるわけじゃないから。カプリコ大小、みんな何味が好き？そうよ、トリックアトリートよ。ピンつけっぱだったわ。欲しいか。さっきうどん食べたけんの。じゃーん。熱。カプリコめっちゃ美味しかった。あ、まあ食べてなかった。美味しいんよ。でもね、これはバニラじゃない、いちごがいいんだよ全部。何味が好きかな。ケータリングとか、テレビとかラジオとか行った時に、何、楽屋にこれがあったらめっちゃ美味しい。ニヤニヤってなる。どれがいいですか、いちごかバニラかチョコ。いちごだな。いちごだな。壇上の人に配ろう。やらんぞー。13人にもあげれん。だって10個入りやもん。ポッキーも買ったの。ポッキー、このポッキーが一番好きで、2番目に好きなのがいちご。3番目に好きなのが
イツのバターのやつ。これね、ほらグリコが入ってる。ちゃちゃ。ガチャ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 、なんていうのかな、ガチャガチャ、なんていうのかな、これ少ない、2個しか入ってない。メルティーキッスも大好き。アーモンド、そうアーモンドが入ってる。ガチャガチャ。クランチ、ああそう、あのお土産とかでもらえる、もらうさ、ディズニーとかに売ってるさ、クランチチョコ大好き。見て、楽しいラーメン屋さん買ってきた。これ食べれるんだって、汁も。で、楽しいドーナツ屋さんも買ってきた。あとはね、楽しいハンバーガー屋さんとか、楽しいお寿司屋さんとか、楽しい、なんだ、クレープ屋さんとかありました。バリ楽しいっぽい。ラーメンがいいな、私今ラーメンフリークだから。楽しい。電子レンジ使わんやつにしたんだけど、水だけでできる。これも水だけでできるから、見届けてちょ。内容量、今お菓子いっぱい出したくせで机の上汚い。ジャガビー、ジャガビー、このさ、細かい説明嫌いです。でも読みます、頑張って。トレイを切り離します。そっからちゃんとね、料理用のハサミを持ってきた。料理ハサミ、明日はじゃなくて足だば、それ野菜やんけ、足だば。え、餃子も作れるんだって。やるじゃん。じゃあ餃子つけよう。麺王のラーメン目指します。麺王のラーメン、でも別にライライ亭でもいいけど。プラナリアが松茸に見えるんですか。プラプラ、にゃんたなり。今日ね、ファンレターとか、ファンレターとかてか、ファンレターをもらった、たくさん。去年のじゃなくて今年の7月末ぐらいのやつからもらったのよ。だからもう前の陸上公演ツアーの時ぐらいからもらって、本当ありがとうございますって感じです。いやちょっと泣いた、普通に泣いた。さっきまで読んでた。でなんか手紙を焼きにくれんなと思いよったんよ。トゥトゥルトゥルトゥル、メンマ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 、今からラーメン作ります。ラーメンマン、ラーメンマンですか。これ餃子の方だって。これ楽しいラーメン屋さん。麺から作るで、ビビる。
これ企画する人本当おもろいな。よい、オッケー、切れたよ。キャンディーをちぎって絞り袋の大きさガイドに。絞り袋とはこれだ。絞り袋大きさガイドに合わせてナルトと卵の分を取り分けます。残ったキャンディーを2つに分け絞り袋の餃子の大きさに合わせて伸ばします。めんどくさい。餃子型に伸ばしたキャンディーを捨てくるぼみを作ります。え、噛むとじわって出てくるんだって餃子の具が。めちゃくちゃだな。キャンデー今チークされてるな。分けといてよ最初から。よいしょ、絞り袋。うわ、美味しそうな匂いする。嗅いでほら。うわ、食べたい食べたい。駄菓子の匂いがする。やば、美味しそう。ナルトと卵、ほんでもって、ほんでもって、残ったキャンディーを2つに分け、はい、2つに分け伸ばし、この点々の丸に沿って伸ばしたら餃子になるらしい。マジで？ちょっとドーナツ屋さんに犠牲になってもらおう。ハロウィン、ハロウィン。みんなハロウィンはコスプレするの？するの？ねえ、コスプレしようか迷ってるんだけど、21日の握手会どう思う？だってさ、写真動画会とかないんよね。なのにしてどうするのって感じなんだが。できた。どう思う？でも今さ注文してもさ、前乗りっていうか法政大学に行くから、法政大学の行く人して、法政大学土曜日でしょ、で今日水曜日でしょ、水木金、金曜日には絶対、金曜の午前中には届いておきたいじゃん。前乗りか後乗りか知んないけどって考えたら絶対届かんわ。無理無理、通販は諦めた。うわー、ロリータ着ようと思ってたんだけどな。ロリータってさ、ガチなやつだとさ、ワンピース1枚5万円ぐらいするんよね。一生に一回は着てみたいロリータ。ね、ホテルに届くようにしたいけど、ホテル分かんないしね。どうしよう、バンチャードンキやな。1回しか使わないし、ドンキでいっか。餃子に伸ばしたキャンディーを乗せ、押し付けくぼみをつ、あ、これに、これにディディーン、餃子の型、これ押し付けて柄を作るんだって。コスプレしなくてもほぼ猫、その説ある。え、具の元があるって。いやいや樋口ほいほいほい、こんな感じでね。やっほー、みんな5時じゃん、終わったの？やること今日。疲れ。具の素、これ具の素、具の素、具の素を
これ具の素。仕事だけど見てる人もいる。黒魔女さんを通る若め女将は小学生どっちだっけ。なんか映画化かドラマ化するよね。ね、電車男がさハリウッドでやるらしいよ。エルメスエルメス。電車男久々に見たくなった。おーおー見て、グの元グ。あーめっちゃこぼした今。ほらグリーンピース。え、若女将の映画もうやってんの？今日見に行けばよかったな。グー入れて、結構入れていいのか。これベタベタ触ったの止めたくないな。はい、型にのせたままこぼさないように挟んで端っこくっつけます。餃子いくぜ。解凍少女。はい、おーおーおーおお、ぽいぽい。これは来たんじゃないか。ほいほい。あ、見て見て、ほら餃子餃子すごいでしょ。ブンブンハローショールーム、ディディ餃子イエーイ。餃子もう一個この要領で作っていくぜ。すごくない？めっちゃいい匂いするんだけど、この餃子、この餃子って言い方もあれだけど、ほいほい。もう一個ね、同じ要領で。これは何の匂いなんだろう。匂い音痴かも、わからん。オッケー。餃子作り中、ちょっとグー入れすぎた。のに入れる。もういいや。はい、いくよ。あー絶対こぼす。あーグー入れすぎてる。グーが出ちゃう、グーが出ちゃう。溢れた溢れた。ちょっとおーおー出てる出てる。ヘイヘイメトロポリスペア、Thank you。 はみ出てるよ。おーおーおー、めっちゃ出たよピンクが。ほらはみ出たいっぱい。まあいいや。ほい、続きましてセンター。ほいほい、じゃあここに置いときますね。餃子マニア、オッケー。めっちゃ甘い匂いする。餃子は作った。ラーメンを作ろう。トレーの横にある線まで水を入れて、そこにスープの素を入れて溶かします。水水ウォーターウォーター、ここウォーターいるの、ここだけかな。これがこれに水入れてくるね。たよよたよよビアー、サンキュー。たよよビアー、水入れてきます。福田ちゃん水入れ中。よいしょ。ミネラルウォーター使わない。今だって何、全然別にいいもん。スープの素入れます。これやスープの素。こんばんはんこ。
はい、じゃあみんなラーメンスープ作るなり全部言っていいんかな。とりあえず入れます。ラーメンマン、よい。じゃあこのフォークで混ぜまっする。めっちゃ甘い匂いすんで。おお、見て見て、ラーメンスープ、これ多分醤油ベースですね。はい、次は麺の素、麺の素、麺の素、これですね、麺の素。よい、よいしょ。はい、麺の素をこのカップに入れます。よいよいよい、おーおーおお、ほい、うわ黄色い黄色い。麺の素を入れます。ほいほいほい、おー固まってる、めっちゃ混ぜ混ぜ、黄色いよほら。お疲れんこんです。続きまして、あ、なんかこぼした、あ、絞り袋の角に、絞り袋これか、プチッと穴を開ける、これね。テレレテレレ、爪楊枝でここに穴を開けるんですね。あ、なるほどね。よし、はい、穴を開けて、ここに穴を開けて、ここに麺を入れて、チューチューチューってするんだ。絞り袋の上を折り返します。はい、折り返します。折り返しました。麺の素を入れ、袋の上をねじります。え、ここに麺の素を入れて、スープの中に麺の素を回しながら絞り出します。時間が経つと麺の硬さが変わるって。マジ ?1 分やわ麺、10分硬麺だって。すごい、これチーク菓子担当の人にちょっとインタビューしたいわ。どういうテンションでこれを企画したんすか、天才かよと。バリカタで、いやバリカタ人気すぎやん、なんでそんなみんなバリカタが好きなん。私は普通麺が好きよ。でも福田ラーメン店やから、福田店長はねこだわりがあるけ。替え玉もね、まああるよ。替え玉無料券あげるわ帰りに。よし、おお、はい、上を縛ります。おお、ちょ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 、クライマックスクライマックス。オタクはすぐ麺固めとるの、マジ？そうなん、強制されたの。いくで。おー、結構やばい。うわ、すごいすごいすごい。え、ゴイゴイゴイ数なんだけど、ちょっとこのスマホスタンド有能やけん見て。いくで。すごい、やばっ、すごいすごいすごい、オッケー、まあこんなもんでしょう。よし、
すごいな。すごくない？てか私のこのスマホスタンドの扱いのうまさがすごすぎる。んで、あ、ナルトと卵作るか。おお、キャンディーが塊に固まっとるわ。ほいほい。ね、すごいね。ラーメンやろ。ほいほい、これでナルトと。卵はね、これだね。ちょっとこの麺の素を卵の黄身に使うらしい。わ、すごいすごい。なるほどね。すごいなこれ。これ子供はしゃぐでしょ。すごっ。よし。で、餃子もあるよ。できた、できた、できた。あ、あの具の元のつぶつぶを。あ、ない。グリーンピース私残してないな、全然。全然なかった。よし。見て、ちょっとシャメ撮るわ。シャメ撮って見せた方がわかるよね。ゴイゴイゴイ数ですよこれは。あー、フォーク捨ててもうた。フォーク捨てたらあかんわ。できたよ。ちょっと待って、そんなせっかちやな。またれい、またれい。すごい。餃子も。餃子すごいなり。ちょ見て、ほら餃子とラーメン、すごくない？やば、終わり。これでできた。すごい餃子。白目ちゃん。餃子食べるね。バリすごいやろ。お、餃子の中からじゅわっと。噛むとシュワッとする。そうだよ、そうだ。中がほら断面こんな感じ。うまっ。コーラ味かな。コーラ味。ほら落ちた。うん、チューイングガム。うん、ラーメンは普通に水で。うわわわ、見て。え、やばいやばいやばい。え、すごいすごいすごいんだけど。すごーい。ここ3日ぐらい服メールが届かない。マジ？なんだろう。え、すごくない？ラーメンじゃんこれ。やば。ちょっと食べるね。え、すごい。え、何味なんだろう。これもコーラだったら笑うんだけど。いただきマンモス。
あ、コーラ味だわ。すごい、いや謎のクオリティやマジで。コーラだわ。うん、結構キビい、キビいコーラ。食感は麺、餃子美味しかったな。食べる？ほら、どい。ちょ、汁飲んでみるね。コーラ、コーラ。うわーやばい。ごちそうさま。そんな感じです。やばいな。食感は麺なんだよね。でも面白いな。駄菓子コーラだな。うまっ。美味しくはないと。いや面白いねこれ。ロボベアありがとう。ナルト食べちゃった。もうソーダ味だった普通に。さっきと一緒。いやでもすごいね、チーク菓子いいね。というわけで、あ、手がベタベタ。楽しいラーメン屋さんでした。イエーイ。ん、卵とナルトはソーダ味。福田ラーメン店。おつ、このコーラの汁絶対こぼすから、ちょっともう100、うわうわめっちゃ飛ばしてる私。 100% こぼすんでちょっと置いてきます。ドーナツ屋さん追加。続いてすごい、イエーイ。そう、お邪魔します。ぜひぜひ。ミスクドーナツ、じゃあ何分からしようかな。ちょっとね、いきなりはちょっと半だから40分だったらやるね。ドーナツ屋さん、ポッピンクッキン、作って食べようドーナツ。何味なんだろうこれ。あ、でも見てほら、本物そっくり味って書いてる。ちょっと ぼやけてるかもだけど、本物そっくり味らしいんで、ちょっと40分からカスタード味とかココア味で4つできるって。やったー、え、楽しみ。美味しそう。普通に美味しそう。というわけでカプリコミニのチョコを食べます。これ確実に美味しいもんだからね。これ間違いないから。10分カプリコ食べる。つの、うん。何時まで配信しよう。これ何分でできるの。これが終わったら終わる配信。これ作って、6時過ぎかな、6時半ぐらい、分かんないけど、これができ40分からこれ作って6時半ぐらいになりそうだな。いや本物そっくり、偽物、じゃあ本物そっくりねって。持ち方悪でしょ、悪。ドーナツ屋さんになりたい？一緒に営む？おいしい。ふんふん。
えて。のほほん香川県民やで。水用意するね、あらかじめ。おいぴカプリコパプリコカプリカんパプリカ水持ってきた水。じゃあ40分になったらドーナツ屋さん作る。食べっ子水族館懐かしい、大好きよ今でも。とっても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 大好きよ。 Baby I love you daddy。 いいカラオケ行きたい。あと6分もあんの。長っ。35分間にすればよかったですね。明日が憂鬱で半端ないな。早起きやだ。今日昨日久々にお昼寝したら、今日なんか本当は今日別に7時半か8時ぐらいに起きればよかったんですけど、6時55分に目を起きて目覚めてうわ昼寝効果半端ないと思いました。気持ちよかった。七並べしてるよ。七並べしようよ。ちょっとやばいよ今。なんかもうあんまり七並べしろってさばっか言ってたからさ、あんまりこんな数日言わなかったけど、心の中では超やる気に満ち溢れてますよ。福ちゃんです。今日カラオケ関係の日。40分やってくる。来て。昨日フォーリム縛りカラオケ行ってたのいいな。行きたいな。最高。カラオケ関係の人は当たったことある？イエーイ。ねカラオケ行きたいね。行こうよ一緒に。連敗いいで。連敗いいで。私も欲しい。3分だけ来たの。40分になったら来てよ。1997年の歌？広瀬涼子さんのやつ。マジで？私まだ胎児でもないわ。今日こそ対戦したい。めっちゃにじみ出てる。対戦したいっていう気持ちが。彼女トークとはにゃんだね。カラカンに集合。カラカン派？カラカン派か。確かに福田のカラオケ配信とかしてるときに一緒にカラオケ行ってこい。マジで恋する5秒前ずっと前から彼のことパセラパセラパセラないか。あるかな。広島になさそう。いや招きだよ。私も招き派。いやジャンカラ安いけど
どね。シダは高くない？ドリンクだけで500円ぐらいするよね。シダ高い、綺麗だけど。マネキかな、やっぱジャンカラはもう半額セールよくやってるから、半額の時にはジャンカラ行くけど。でもビッグエコーがなんだかんだなんか綺麗な部屋多い気がする。場所によるか。でもタバコ禁煙のとこがいいな。なんか部屋タバコ臭いのへこむ、服に匂いつくから、ね、別にいいんだけど。失礼しててごめんなさい。いや全然いいよ、全然大丈夫。私もあれ、おじいちゃんタバコ吸ってたから、私がちっちゃい時全然耐性あるんで、それは全然いいんですけど。嫌われてないって別にご勝手にどうぞどうぞって感じですけど、全然匂いとかも嫌じゃないけど、その招き猫だよね。やっぱ何がいいって、あの猫のとこがいい。人から行きたいな。猫猫てかあれなんだよね、学生高校生とか招き無料だからね、質量最強じゃないですか。じゃあテロップを、後ろの自画像のアップみたい。これだーん、福田ちゃんです。テロップ変えよう。なんだっけな、どうなドーナツ作ろう、作るにゃ。高校生じゃないから分かんない。私も福ちゃん握手まだ間に合う。センチメートルじゃなくて、なんだっけ、ノーウェイマンの握手券今キャラアニでやってるんで、よかったらぜひよろしくお願いします。やってる。壁の位置気にしてたんだけど無理。ほらこれ書いた時はちょうどよかったんだけど、なんか違くない？この角度が見やすい。よし、もう40分なったかしら。なった、行きます。じゃあ今からドーナツ作るね。はい、ブンブンハローショールーム、ディリーン、作って食べよう。ポッピンクッキードーナツ、美味しいドーナツを作っちゃう。クラシエさんのチーク菓子、イエーイ。保存料、合成着色料ゼロ、水だけでできる本物そっくり味。チークされたいと思います。頭のてっぺんが見たいんですか？ジジつむじつむじがある。つむじ2個ある人いるよね。頭いいのかな。よいしょ。ハンバーガーもよろしくね。広告欄って書いて、露骨に広告欄とか書かれてちょっとへこむな。ドーナツシートがついてんだけど。ドーナツシート頑張ろう。ドーナツ生地の大きさ、もう空いたスペースはもう全て活用しますよみたいな、そういう心意気が素晴らしい。白熊に優しいな。ドーナツシートがついてる。ドーナツシートが嬉しい。ドーナツシート欲しかった。今日テンション高い。
もうテンション高いよ。だってこんなお昼からみんなと会えて嬉しいものね。これを切ってちゃんとね、料理なんでキッチンバサミですよ。ユミコの生誕当たったんだ、すごっ。倍率やばそう。未成年だからお酒飲めないです。よいしょ、 OK。 はい、じゃあね、内容はこの、あ、めっちゃこれすごい汚いな、この机の周り。いちごソース、バニラソースの素、カスタード生地の素、ココア生地の素、チョコソースの素、つぶつぶとクランチ。うわ、おいしそう。あ、出た、絞り袋で、スプーンとこの型ですね。はあ、トレイをハサミで切り離す。あ、いつものね、トレイをハサミで切り離す作業ね。バンガリます。難しいよ、これが一番。 3D なものを切るの難しい。よし、ほい。はい、じゃあ生地を作ろう。トレーにカップ3杯の水を入れます。どのトレーかな、これか。ここにカップ3杯の水を入れます。はい、このカップ3杯。コップに水を入れてきたんで、トレイ切るまでマットレイ嫌いじゃないぜ。よし、3杯入れました。はい、そこにカスタード生地の素を入れます。カスタード生地の素、これだ、カスタード生地の素。喜ぶなし。うどんちは持ってく？やったー、待ってるね。わ、結構大容量。はいはい、はい、スプーンでまとまるまでよく混ぜよう。これね、入れたんで肩凝ってる。職人でしょ。水足りる？これ。See you。 チャッカチャカチャカ48じゃん。チャカ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 じゃんじゃんじゃん、チャカ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 カカカカカカカ。君の目の前に川が流れる。これ水足りてる？結構カサカサなんですが。広く大きな川が。でもここで水を足したりしたらダメなんだよね。こういう時にすぐ水足すからさ、せっかちやから、いつもそこで失敗する。足そう、水、うん、リバーはいつやったっけな。感謝祭と単独コンと1回目の AKB 出張公演でやったわ。リバーやったな。こんな感じ。ただいま肩こりがやばい。めっちゃこっちの肩なんか不調でね。
あ、いい感じ。こねこね。じゃあ次これをこねこねしてドーナツシートに置きます。よいしょよいしょよいしょ。ドーナツシートって、はい、ねこねこ、はい、おいしいやろね。カスタードの匂いする。はい、こねこねしました。お手柔らかいとのも OK。 楽しみ、ありがとう。はい、これ、ね、ドーナツシートはこのね、このシートです。ドーナツシートにあるドーナツ生地の大きさに合わせて生地をちぎって丸めます。これね、よいしょ。ドーナツ、ドーナツ型はね、ありますよ。これうどん、今日はお昼うどん食べました。うどんにコロッケをつけて食べました。ミスド行きたいな。かわいい方や、ありがとうございます。そう、うどんとコロッケの食べ合わせが結構いいんですよね。ドナ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 。OK、 できた。はい、こういう方が4つできました。ドーナツを作ろう。丸めといた生地をトレーのドーナツ型に、これね、押し込んでギュッとします。これか。え、これ足りる？生地、生地足りない気がするんだが。まあ、いっか。結構難しい。ほら、コーヒーも準備したら、今日寝れなくなったら困るから今日はいいです。10分どん兵衛流行ってんの？何それ。ゆるりゆるのどん兵衛ってこと？なんか失敗する気がする。あるよ。まあこんな感じで、ちょっと生地少ない気がするけど、まあいっか、それもまた人生って感じ。オッケー。俺なんか人生失敗したよ。え、何それ。大丈夫だよ。スマホかパソコンか知んないけど、それを買ってこうやって電波をつなげてるっていう、その生活力が あるんだから大丈夫ね。いや、こうやって電子機器を持ってる、みんな持ってる日本のお金持ちだと思うわ。おお、こんな感じでドーナツの型ができておりまするよ。4つ作るのかな。
シーブ橋すごいよね。誰がドーナツやねん。いやどうしたん急に。情緒不安定ですか。誰も言ってませんよ。結構難しいなり。ほい。はい。レケたよ。レケたよ。生地足りん気がするけど、まあいいか。ソースを作ろう。トレーハートに。カップ一杯の水を入れて、これか。はい。入れてバニラソースの素を入れます。これだ。4個作ってるよ。手がぬるぬるになってきたなり。うおー、バニラの匂いがする。こんな感じで、白だから見えないかも。よく混ぜます。はい、よく混ぜました。で、同じ要領でいちごソースの素と、いちごソースの素とチョコソースの素を作ります。よい、はい、いや、チーク菓子買いに行きな、ほんと。手際いい？めっちゃ褒めてくれるやん。ケイ、うわ、かわいい色。美容系 YouTuber のリップ塗った後みたいな反応しちゃった。かわいい色。ピンク、白。はあ、絞り袋の上を折り返し、口を広げてトレーに置きます。袋の中にカップ一杯の水とチョコソースの素を入れます。はい、よい、はい、はい、入れて、あ、これちょっとみんな面白いかもよ。手が甘い。6時半もかかんないわ、多分6時過ぎに終われるわ。あうわ、チョコだ。これを入れてよく混ぜます。はい、よく混ぜます。いや、これ企画開発する人大変だな。はい、よく混ぜて絞り袋の上をねじります。はい、よし、ここね。はい、チーク菓子少しだけハサミで切る。ここをリ、ここの端っこをちょきっと。あ、大きく切りすぎたわ。
もう終わり？あ、もう終わるわ。ちょちょちょ。ぐい。え、ココア生地の元は？どこで使うの？うわ、ココア。あ、そういうこと？リ。あ、ちょっと一個事件が判明。初見です。よろしくお願いします。よろしく。わお。ちょっと待って、作り直しだわ。やらかし。そういうことね。はいはい、理解。生地足りないですねと思ってたんですよ。全然もうこれこの白で2個作ってココア生地で別でまた作れるんだわ。2個だからちょうどいいんだ。理解理解。うわ、この失敗を日本で何百人もしたんだろうな。そういうことね。ラーメンはもう食べちゃった。ほらちょうど。え、福田だけ？嘘、結構ちっちゃい字で書いてあるから気づかなかった。はいはいはい。あ、いい大きさ乗りましたよ。はい、これか。ラーメン見逃したの？じゃんねん。よいしょ。はいはいはい。これ何杯だっけ？カップ3杯。ラーメンは食べ終わったよ。おっす。なるほどな。福田ちゃんは理解しましたよ。大好きな番から通知が来てる。やらかした。やっちゃった幸福で恋愛するな。よし、もういいや。手べちゃべちゃになってもガキになろう。ガキに納豆みたい、納豆みたい。コメントが連番されてるんだけど、それはみんなが納豆みたいと思ってるってこと？納豆みたいかな。お、映像倉庫を見ている皆さん、どうもどうも。ここまで見てくれてありがとうございます。約1時間経ちました。福田あかりです。ゲイ。生で見てるとは思うけど、今見てる人はね、映像倉庫に行った時に映像倉庫で見る人がいたら、ちょっとこのコメントがあったら面白いかなと思って。はい、スーパーボールにはなりません。はい、これで裏置いといて。はい、うおー、ドーナツってこう作るんだよ。すごい、見てほら、ここは味がでもドーナツの味らしいんだよね。オッケー、よし完成。
そうそう、油使わんけヘルシー。確かに。あ、すごいすごい、いけてるいけてる。福田ちゃんやれました、やれる子でした。洗濯、あ、洗濯するの忘れてた。乾くかな、今からやって。よし、オッケー。見てみんな、こんな腹立派にドーナツができまして、ソースとかかけましょう。めっちゃ部屋が汚いのが今バレたな。あー、触っちゃった、このベタベタな手で。いや、ちょっと部屋汚いのバレすぎるなこれ。やめとこう、もう、ま、後の祭り感が半端ないけど。えい、はい。いや、ほんと、あとの祭り感が半端ないけど。え、どうするんだっけこれ。あ、いきますよ。あー、へたへた、超へただ。クマにもなるんってこと。映像倉庫をご覧の皆様、よし。エイの裏側とかが、Wi-Fi とか落ちてる。待って、こんな綺麗にできない。あ、そういうこと、ここにこう入れるのね。あ、なるほど、見て、クマクマクマ。クランチとかもついてるしね。え、すごい楽しい。ほらほら、すごい。楽しい。めっちゃ落としてるソースを、ちょっとこのつぶつぶも。すごいよ、ほら。おお、これ大好きなやつだ。これあのソフトクリームの上にいっぱいかけてほしいやつだ。これおいしいよね。ベロベロメア、サンキュー。クランチも、オッケー、クランチ、おーおーおー、いいね。よーし、結構いいんではないの？これ結構いい感じな気が。よし、ちょちょ見て、多分結構来たから。これほら、一個クマも作ってみたよ。どう？ちょっと写真撮って見せるね。見づらいだろうから。やったー、凝ってる。よいしょ、これ結構きた。どうだ、ほら、どう？いけたら、いただきます。あー、落としたー。あー、
後で掃除機かけなきゃ。ああ、クマの顔面にべちゃってなった。いくよ、いただきにゃんた。普通に美味しいです。いちごソース付きのココア味。うん、うん、うんうん、美味しい。チョコレートソースがけの普通のやつ。うん、なんかドーナツの味するわ。ドーナツの味する、普通に。クマ、はい、ごちそうさま。掃除機かけたい。美味しかった、普通に。このさ、これが一番美味しいよね、絶対。このソフトクリームの上にいっぱいかけてほしい粉。うん、これが一番おいしい。楽しかったドーナツ。というわけで楽しいドーナツ屋さんでした。イエーイ。本物のチョコだよ全部。手洗ってくる。広島プラゴミと燃えるゴミね、一緒なんだよ。ダメだよね。これは洗濯で、これも洗濯、これも洗濯。 OK、 以上です。こんな感じ。どうでしたか。楽しかった、美味しかった、ありがとう。本当に肩がやばい、ゴリゴリ。マッサージ行きたい。アイロン。よかった、よかった、よかった。後でワッフル食べよう。昨日買った、揉んでほしい。本当に本当に痛いの。なんか高速してんのが本当にきつい。痛い。いや、ワッフル、岡山駅のマネキンのワッフルめっちゃ美味しいけんね。俺は大型だから肩こらない。私も大型なんですけど。そう、改札出たとこの、ストレッチのやり方調べよう。え、マネキン広島駅でもできたの。え、マジ、待って、それググる。マネキン広島駅できたって、私人生変わるんだけど。マネキンっていうね、店があって、岡山にめっちゃ美味しいんですよ、ワッフルが。え、本当だ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 。え、本当だ、マ
だけ JR 広島駅店あんじゃん。え、ガンガンあんじゃん。え、マジで？え、やばいですよ。マネケン。え、しかも新幹線のこの近くにあるの。マジですか。これは両情報だわ。ありがとう。え、ほんとじゃん。嬉しい。メンバーに自慢しよう。これ多分知ってんの私だけだわ。嬉しい。だって岡山にしかないと思ってた。新幹線グッズね、あるんですって。皆さん、じゃ広島にもあるわ。マネケンっていうなんかワッフル屋さんなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。1万人いってありがとうございます。ワッフル屋さん、ワッフル屋さん1個だけとかから買える。いや、モチベ上がったわ。大阪にもあんの？どこでもあんじゃん。じゃあ、嬉しい。あ、横浜、秋葉原、池袋、福岡にあるっぽいですよ。え、本当だ、広島駅ありますね。嬉しいですね。これは東京、千葉、神奈川、埼玉、静岡、愛知、大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、岡山、広島、島根、福岡、沖縄にあります。あ、福岡は9月28日オープンだって。そうなんですか。めっちゃある。大阪と東京めっちゃある。ぜひ行ってみてください。北海道はないっぽいな。だ、何がおすすめなん？なんかね、メープルとかプレーンが好き。普通のやつ、メープルとプレーンが好き。めっちゃ美味しいですよ。めっちゃチェーン店なんだ。知らなかった。岡山にしかないと思いよったわ。そう、ハロウィン限定のあの何、お芋味食べたんですけど美味しかったですよ。ぜひ。流行りに乗ることはしない。めっちゃ流行ってるっていうか、まあ、ずっとある。ずっとあるもんです。今日は甘いもんばっか食べてちょっとしんどい。ソースのもの食べたいな。香川出身ですよ。そうっすよ。というわけでそろそろ終わりますね。皆さん突然夕方やったのに来てくれてありがとう。めっちゃもう後ろのごちゃごちゃが映ってるな今日。まあいいや、今さら着飾ることもないでないぞんす。たまには着飾りますが、いや本当むつごいむつごい。わさびで中和できるよ。わさびないな、お家に。残念。あったらここでわさびで中和できるの。え、マジそうなのとか言ってガーって飲むんですけどね。いや、こちらこそありがとう。というわけで皆さん、お仕事の人は頑張ってください。部活の人も頑張ってください。明日も頑張ります。明日はね、遅そう。夜10時以降になりそう。いや、なんか10時以降になるか、お昼とか夕方とかなんか朝一とかに15分だけやらせてもらえるかって感じです。なんで明日はちょっとわかんないですが、よかったらフォローしてください。またチーク菓子もやります。全部見てくれたのありがとう。今見てきてくれた人もありがとう。はい、というわけで明日も頑張ります。皆さんも頑張ってください。応援してます。よかったらフォローしてください。またね、またね。よ、壇上よも。原田区福田のショールームで生きるモチベ回復中。よかった、一緒に生きようぜ。ふうくん、北海道民ありがとう。北海道行きたいな、めっちゃ。徳尾、
チーク菓子一気に2個作るとはさすがくじゃん。出汁は染みはしない主義なのですね。しないよー。かさためのソーダありがとう。青によし星集めしたからって慌ててしまった。ありゃありゃ、これから仕事か、頑張って。うーた、にゃーにゃー、ひろごん黙ってさせます、自分不器用ですから。こまにゃー、小選挙イベント以来、マジか、ありがとう。今月はいつも以上に下の上頑張ってる、ありがとう。いつでも待っております。キューマ、お疲れ様です。最近悩みは福田赤ちゃん可愛すぎるです。いい悩み、もう全人類それで悩めばいいのに。月指たぬき、福ちゃん可愛い、夕方歓迎、よかった、ありがとう。マーク、いちご、わっ、おー、いちご一会だな、だな、ありがとう。シャリシャリ、Thank you、Thank you。お金持ちくん、首をかけて職場のパソコンで見てます。いやいや、綱渡りしすぎやろ。ありがとう。ベロベロ福ちゃん推し、応援してます。配信あると知って飲みやから帰ってきたから飲みたいじゃない。え、そうだな、ごめんね、ありがとう。よいしょ。というわけで、あ、今日はでもお風呂入ったりいろいろするけど、ちょっと携帯いじってブログ書かなきゃ、ブログ書く必要もしますので、またよろしくお願いします。マショールームのねアプリをヒュッて落としていただいて、皆さんぜひね、こう個々の生活に戻っていけていただければなと思います。いつもありがとうございます。じゃメールも送ります、今から終わってから。はい、というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。瀬戸内いきます。鬼は外、福田は瀬戸内、ありがとうございます。三度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田赤井でした。お疲れんこんです。皆さん今日もありがとうございました。また今から頑張りましょう。バイバーイ、ありがとう、福田でした。ふう、お疲れさん、バイバーイ。ありがとうございます。